5分でわかる最新の海外情報。こんにちは、 HIS ヘッドラインのお時間です。本日のトピックスです。3月18日、日本において新たな水際対策措置が決定しました。内容としてはビジネストラックおよびレジデンストラックの一時停止、すべての国地域からの新規入国の一時停止、短期出張からの帰国再入国時における特例措置の一時停止などです。詳細は外務省ホームページをご覧ください。続いて、厚生労働省より水際対策に関わる新たな措置についてです。日本への入国には国籍を問わず4点が必要になります。検査証明書の提示、契約書の提出、スマートフォンの携行、必要なアプリの登録利用、そして質問票の提出となります。ご注意ください。最後に、香港駐在員より最新情報です。それでは佐々木さん、よろしくお願いします。 HIS 香港支店の佐々木と申します。現在までの累計感染者数は11,398名、その他の数字はご覧の通りです。3月23日現在、ここ数日の新規感染者は1日あたり10名から20名の日が続いております。現在までで354,400人がワクチンの1回目の接種を完了しております。現在香港で接種可能なワクチンは2種類で、医療関係者や高齢者などから接種が始まり、現在では年齢30歳以上の香港市民であれば誰でも接種が可能になっております。現在、中国本土、マカオ、台湾以外の海外から香港への入境は香港居民のみ可能です。香港居民とは、香港の居住権を持っている、いわゆる香港 ID を所持している方、もしくは香港のビザをお持ちの方のことを指します。日本を含む海外から香港へ入境する香港居民は、入境後21日間の強制検疫が必要で、この措置は今年9月まで有効となっておりますが、今後の感染状況により実際の運用は変更されることもございます。次に、中国本土、マカオ、台湾から香港への入境についてですが、こちらは香港居民、非香港居民ともに可能です。ただし、入境前21日間連続して中国本土、マカオ、台湾に滞在する場合、香港での強制検疫は14日間ですが、21日間にこれら以外の外国に滞在歴のある場合は、香港にて21日間の強制検疫が必要です。日本を含む海外から香港への入境後の隔離は、香港政府が指定するホテルでのみ認められております。空港到着後はウイルス検査をし、その後政府が用意する専用バスで隔離ホテルへ移動します。隔離ホテル到着後は電子リストバンドを装着し、1日2回の体温検査と健康状況の報告が必要となります。隔離中はさらに2回ホテルにてウイルス検査が行われます。期間中は部屋から出ることはできず、外部との面会は認められません。食事は1日3食、ホテルより提供がございます。その他、外部からの差し入れやフードデリバリーの利用も多くのホテルで可能となっております。現在、香港政府が定める防疫措置で特に注意が必要なものをご案内いたします。まずはマスク着用義務。次に集団制限。現在、集団行動は最大4名までに制限されております。レストランと飲食店については、現在午後10時以降は店内飲食が禁止など、その他の施設でも営業に制限が出ていることもございますので、注意が必要です。違反すると最高5000香港ドル、日本円で約7万円の罰金が課せられます。最後に、気になる方も多いと思われます、現在の香港の治安についてご説明いたします。2019年中旬から20年前半にかけて、民主化を求めるデモが香港全域で激しく行われておりました。このデモはコロナの流行により、頻度、規模ともに縮小となっていきましたが、2020年6月、中国政府が香港への支配を強める香港版国家安全維持法を制定し、その後は目立ったデモ活動は減少をしております。今後の状況には引き続き注意が必要ですが、生活に支障をきたすようなデモ活動は現在見られておりません。香港からは以上です。 HIS ヘッドラインでした。